ジンピトチャンネル始まりました。ショウです。ルイです。ザザ聞いてくださいよ。はい、いやこの前ね、はい、お店にいてお客さんとお話ししてたら、うん、女の子かと思ったって言われて、うん、あ、バレたみたいな思いまして、皆さんあんのかなっていう、そういう言われたことはあります？女の子かと思ったとか。ないな。ないないかな。なんでなんだろうと思って、逆になんでバレたと思ったんですよね。気にしてるわけじゃないですけどね、全然いいんですけどまあ元ですぐらいな感じで全然言うんですけど、はいはい、あ、見られるんだ未だにみたいな、こっちはびっくりみたいな事件がありまして、前にカミングアウトした人に、うんうん、あ、なるほどねってこう言われたことがあるんだけど、ある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 。それどういうシチュエーションの時に言われた？僕は前、うん、まあ、料理、仕事で料理してた時にこう包丁を使ってて、でスタッフの子がずっと僕の手を見てたんですよ。で、あれなんかなんだろうって思って、すごい手が綺麗ですねってずっと言われてて、あ、わ、これバレてんなって思って、あ、その子が働くたびに僕はもう包丁を持たないっていう選択をしてもう隠す、もう隠して、もう常にもうフライパンの方に行ってとかして、で、ある日こうやってやってた時にもうこの子には言おうかなって思って、あのね、実は女なんだよね、もともと、みたいな、やっぱりだから手が綺麗なんだって言って去ってきました驚きはないんでしょうね。驚きはない、もう納得、手の綺麗さ納得みたいな感じで、あ、なんか手はバレますね。でも手フェチの人だったら見るかもね。手フェチ、めっちゃ手フェチ、確かに見ちゃいますね、見るよね、うん、女の子の手も男の人の手もどっちも見ちゃう。翔さんは 何フェチに引っかかったんですか？僕はね、刃。あー、ニコって笑った時に出る刃。そう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 。あー、かわいいかわいい。違う、刃、刃フェチで刃でバレたってこと？あ、違う違う違う、あ、そういうこと。刃でバレたフェチの話になっちゃった。もう脱線脱線違う違う違う、僕がそのあー、なるほどねって言われたきっかけがあって、まあ、カミングアウト全くしてなかった人に、ある日突然、あの、実は自分もともと女性でっていう話をしたら、道理で目がすごいクリクリしてて可愛いわけだって最初に。あ、そう、でもそれは昔からよく言われてたんだよね。だから、あ、そういうところでやっぱりなんか女性っぽさって出るのかなっていうのはあったんだけど、その後に後ろ姿のうなじの部分がすごい女性っぽいんだよねって言われたの。どこ見てんの？フェチだ、フェチで、怖っと思って、ここだから、それから美容師の人になんかこう丸みがあるような切り方をしないでくださいって言ってるんだけども、生え方の問題だからもうどうにもならんじゃん。あ、そう、脱毛いきましょうじゃあ皆さんの異性を見るときに見るポイント、よかったら教えてください。あ、確かに確かに気になるね。血管もいるでしょ。あー出た、前に出た進んだ血管いるでしょ、筋肉いるでしょ、うん、毛もいるでしょ、うん、あと鼻とかもいますよね。へえ、初めて聞いた。なんか女の子わし鼻が好きみたいな。何わし鼻って？ああ、こういうやつか。ああ、こういう鼻が好きみたいな。でも鼻でかい人でかいらしいよって言いますよね。あと何あるかな。あと手もあるでしょ、うん、あとヒゲフェチもあるんじゃない。ヒゲ生えてないと嫌だとか、逆にヒゲあると嫌だとか。嫌だっていう子もいますね、うん、逆に身長そんなにつつかれること意外とないなって思いません？レンちゃん身長高いもんね。僕そうですね、182ですもんね、今ね。すごいね。俺気持ちが2メートルあるよ。めちゃでかいですね。横に縦に縦に、あ、あの、分かんない、体積、横に体積にしよう横に壁じゃないですか、2メーター。ここ2メートルあったらマンタ、マンタみたいなじゃあみんなの好きな女性の部位について。はい、僕は、背中。いや、背中背中、脱いだ時のってことですか？脱いであった背中から、背中、こう着替える時の背中。あ、このラインってこと？そうそうそう、このライン。
キュッみたいな。そう、どういうのが理想なんですか。いやもう言葉にできない言い表せない。言い表せない。もうその形のクッキーがあったら食べたい、うん、でもそれってさ、脱ぐシチュエーションにならないとも言えなくない。いやでも歩いててもこう服の上から大体こうだろうなみたいな計算まあタイトナックとかだったら分かりますもんね。そうそう計算。確かに。なるほどね。でも最近、あ、でももうちょっと興奮してきた。最近はなんかピシッピシッってしてたらなんかもういいって思っちゃう。もう清潔感がもう 160% 出てたらもう OK。 バリバリのバリキャリの OL さんみたいなのは OK OK いいなってなるってことですよね。初めて聞いた背中フェチって。背中。僕はさっき言った通り手が綺麗な手の人にもめっちゃ惹かれる。あとメレンさんとちょっと似てるかもしれないですけど、体型、あのユニクロの黒スキニーと白のピチッとした T シャツを綺麗に着こなせる体型の人にうわーってなる。じゃあエガちゃんとか。エガちゃん、まあ確かに綺麗に着こなせそうだけど、だけど女の子じゃない。二人とも体型じゃん。はい。全然体型気にならんのよね。あー、逆にダニフェチですか。二重と言えば。うわー。あー。かわいい。かわいい系の人が好き。かわいい系でボーイッシュ、あの短髪とか、まあ、ショートカットが似合う人。いや、僕一人思い浮かびました、その人。あの、片ごつ先輩の奥さんです。すぐ出てきました、ね、すぐ出てきた。じゃあ理想通りなんですね、奥さん。そう。はぁ、あ、また今日もラブラブ幸せな粉が飛んできてる。いやまあね、今ね、こうフェチの話とか人によって見てるとこ違うよねっていう話したんだけど、本当にまさにそうだと思うんだよね、うん、この人が見てる場所ってその人にしかやっぱ分かんないことだし、だからそういうのにこうビクビクしてね、あやばい 女子っぽいかもとか言って気にして生きてるよりはもう振り切っちゃって逆に堂々としてた方が楽なんじゃないかっていう、うんうん、結論です。結論です。はい。ありがとうございますということで GPIT チャンネルでは元女子の日常と治療情報について配信しております。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。見える？女子っぽく。そんなわかんないっすけどね。今伸びてる。いやー、かわいい子ちょん。なんて言うじゃないんだろう。かわいい。女子ではないっすね。女子ではないな、確かに。